え、皆さんこんばんは。こんばんは。維新なチャンネル、本日は特別版ということで、やらせていただきます。よろしくお願いをいたします。本日先ほどまで、街頭で、選挙活動を行ってきた西林市長候補、そして堺の衆議院議員であります選対本部長を務めました馬場伸幸、ちょっと名札が手書きですけども、そこら辺はご容赦をいただきまして、ちょっと一文字間違っておりましたので、急遽手書きで、書いていただきましたので、よろしくお願いをいたします。お願いします。先ほどもですね、ニコニコさんの、番組出ていただいて、続いて、やっていただいてますけども、どうですか。長かったとは思うんですけども。いやでも実際にはそうですね、もうあっという間に終わってしまって、もう今日も特に一日早かったですね、もう終わるのが、それだけ充実していたという感じですね。最初の方がねちょっと天気が悪かったですけども、その後はもうずっと天気が良くて、もうおかげでちょっと焼けすぎて焼け焦げました、皆さんにビリケンさんというふうに言われてますけど、そうですね、馬場法務長もちょっと黒なりましたね。そうですね、はい、もう特に吸収が早いんで真っ黒になってますけどいやでもやっぱり候補はやっぱりかなりこうやって見たらほんま黒い、ね、ちょっとですね、焼け焦げましたですね、はい、本当に僕は何もしなかったわけではなくてですね、中で、仕事してましたんでちゃんとそこは比べないでください。よろしくお願いしますそんな言い訳始まってありきたりと言いますかね、もちろん我々これについて、この選挙も戦ってきたわけです。この大阪都構想について、本当にいろいろとね、誤解と言いますか、代表も演説で、言ってます。本当にデマが飛び出して、このことについてもですね、西林さんどうですか。もう今回の選挙戦振り返って、そうですね、もうとにかく税金吸い上げられる、堺の名前がなくなる、地域のお祭りなんかも潰されてしまうと、そういう宣伝がすごかったですね。それはもう本当に違法ビラもすごかったですし、もうそれはもう至る所で、見られましたですね、橋本代表もですね、おそらく後ほどその件についてはですね、非常に怒り心頭でしたので触れてく、るんじゃないかなと思いますけど、そのあたりはですね、あと数分後じゃないですね、十数分後またお楽しみにしていただけたらと思います。で我々西林さんが一番やっぱり皆さんに、有権者の皆さんに伝えたいことというのを、もう一度ちょっとここでお願いをしたいんですけども、この、現市政というものになって、いろいろと市民の皆さん方も、役所改革とか非常に期待が高かったんですけれども、結局も役所の中にもどん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 取り込まれてしまって、これはお役人市長さんの差がかもしれませんが、結局市民の方に立つのではなく、これ役所サイドに立ってしまったということなんでしょうね。だからこそ堺の権限財源は確かに増えてるのかもしれないですけれども、堺市としてレベルアップは全くできずに、成長もできずに、だから市民の皆さん方にいろんな新しい堺の町のこう実感というんですかね、成長してきたことの実感というのは全く感じていただけない4年間になってしまったということですね。だからそこをやっぱり変えていくためには、これも役所の大改革というものをやらないと、これまた同じことをずっと繰り返していても、堺山区大阪の中心なんで、大阪府大阪市堺市と、この前3つの巨大な大阪の自治体がですね、力をしっかりと合わせることによって現状の停滞感というのは必ず打破できるというふうに思います。私もですね、この堺の横にある15区松原市という市の出身ですから、本当にもともと特に堺東あたりまででしたらね、自転車で行ける、ほんまに生活範囲の地域なわけですよね。
でまあ代表も言ってましたけど、その同じ大阪でね、まあ、大和川を越えた途端にねっていうこの堺の現状、やっぱりこれはもう堺の人たちにとってもこの力、大阪全体で力を合わせてね、やっぱりこれから発展を目指さなあかんというのは本当に我々も思うことですよね。まあ、馬場さんも、ね、ずっと堺で、活動してこられて、どうですか、やっぱりその市会議員の時代から今現在堺どんどんやっぱり衰退の一途をたどってるっていうふうにやっぱり感じますか。そうですね、もう一番のメインの商店街と言われている堺東の本通り商店街が、もう10時ぐらいになったらほとんど誰もおれへんからね。あ、そうですね、で職員さんになんでその地元で飲みに行けへんのって聞いたら、まあ遅なったら怖いからね。もう職員さんがそんなこと言うぐらいなんでね。まあ、なんかね、外国人のなんかこう怪しい女性がね、いっぱい立ってるんですよ。はいはいはい、僕らね、浦野さんの好きな、いやいや全然私は全然そんな、そんなことはないですよ。うん、はい、はい、違いますよ。はい、そんな全然ないです。はい。まあ、でも僕もね、久しぶりにあの辺り選挙前からね、まあ本部が沖縄橋ですから、行きましたけど、本当に寂れましたね。いやもうひどいですね。はい、僕日曜日は本当にもうね、はい、シャッターめちゃくちゃ閉まってるんで、そうですね、10年ぐらい前からね、まあまあ若い、まあ、今も若いですけど、若い頃からね、沖縄橋辺りもうろうろしたことはありますけども、あんなに錆びれてる。沖縄橋はね、もうほとんど店が閉まってるんで、ね、そうですね、ちょっとびっくりしましたね。駅前の銀座通り商店街も、もともとあった個人の商店さんというのがもうほとんどなくなってしまって、もう今やもうチェーン店がまあちらほらあると、でまあ、そのチェーン店もぼちぼちこう撤退し始めてるんで、本当に厳しいですね。まあ、市役所がね、すごい立派なんで余計にその対比がね、我々にとってはすごいなと。もうね、商店街がそんな状況なのにね、今役所がやろうとしてるのは、駅から役所に向かってペデストリアンデッキをつけようと、まあ、これ使うのはですね、役所の職員さんが使うためにつけるんかみたいな、そんな話でね、我々としてはこれ到底ね、こんなやり方認められないですね。まあ、今少しちょっと先の話にも触れたんですけども、この堺と大阪の未来について、まあ、先ほども少し触れましたけども、まあ、これからまあ我々どういうふうな大阪を描いていくのか、まあ、最後ちょっとまた一方向吠えていただいて、はいはい、まあ、吠えすぎて声がこんなふうになってるんですけど、はい、まあ、堺がね、本当に以前のような、まあ、かつては、まあ、黄金の日々とね言われるような時代もありましたし、自由と自治の精神がまあ息づいている町としてはね、まあ、こういう新しい役所の改革というものにね、今の堺市政にとらわれて殻にこもって、まあ、家にこもるのではなくてね、まさに先人の皆さん方が抱いておられた自由と自治の町として新しいことにまあチャレンジをしていくという、まあ、それが本当の堺の町であると思うんですね。だからこそ今この堺の役所の大改革をまあ進めていって、停滞している堺というものが本当に成長していく堺の町に、ね、なるようにしたいというふうに思ってます。今ですね、皆さんのお待ちかねの八尾の人が来ましたので、ちょっと今少々待ってください。いや、さすが、やっぱりすごい人気ですね。こんばんは。はい、でも組長でも親分でもないですからね。はい、皆さん寄ってません。そうですね、まあ、僕から見ても寄ってないです。大丈夫です。はい、なんかね、甘い香りします。全く寄ってません、はい、これもね、堺の選挙でね、まあ本気でやりましたからね。自分の選挙以上にやりましてね。もう日焼けですよ。これ今回はきつかった。まあ結果は明日ですけど、まあ西林候補ご苦労さんでしたね。ありがとうございました。いや本当に、
まあ相手の攻撃ひどかったですね。いやすごかったですね。もうビラパックも神攻撃がすごかったですね。 あれね、自民党と共産党がねがっちり組む、これね水と油やのにね、同じ駅で駅出しもやってましたね。いや今日初めて最後栄東なんかね、タルトコ新次竹本直和うわーって書いてましたよ。はい、誰それ一緒に書いてやってました。そういう国会議員が、元国会議員と国会議員がいたはります、ね、超党派の、はい、超党派の、はい、党派の、はい、いやもう本当にね皆さん、この放送をご覧になってる皆さん自民党と共産党は組みます。これね日本ではね、前回の橋本徹、市長選挙以来の、自民党共産党がっちり組んでね選挙やりましたよ。いやあれ何を考えてるんですかねあれは。いや僕は分かってるけどね、うん、言うてください。いやあれはねもうとにかくねいや堺の市議会をね、守りたい、こういうことなんですよね。まあ一期4年で5000万ぐらいですか。そんなんじゃないですけどね、それぐらいあるんじゃないですかあれは全部合わせたら、あれ 20% 削減、西林幹事長当時、ね、はい、言いましたよね。まあ、堺でもやっぱりね議会改革やらなくてはいけないと、うん、もうだからまあ我々だけで、実現するのがですね議員の数が残念ながらですね関数に及ばないというところで、なんとかまあ実現可能な数字も含めていろいろとやってきましたけれど、まあ、我々としては定数2割報酬2割のカットということを全面的にぶつけていきましたけれども、まあ議員の数もっと増やせというところもありましたしね、まあ報酬カットもまあちょっとやらんとさすがにまずいなと、そう今回我々が提案してきてやれへんかったらこれ維新に攻撃されるでと、そう、まあ、そういうことで、まあ、なんとかちょっとだけ乗ってきましたけどね、うん、本当にまあお茶濁す程度で、うん、まあ、やったやんと、まあ、そういう規制の事実をまあ作るためのことでしたね、うん、結局そうはね。いやだからね大阪府議会の時もねそれはねみんな自分の給料切ったりするのね、これ本当大変ですよ。維新の会の中でも大議論はありました、でもねやっぱり役所の改革しようと思えばねまず自分たちからねやらんことには役所の皆さんにもねこれはもう議会がやらんのに公務員だけカットか言うてね、みんな文句言ってきますんでね、うん、そうですね、行財政改革やれやれ言うんですけどね、うん、まあ、自分たちの行財政改革やらないと、うん、いうことですよね、うん、いやまあねお金は欲しいけどね。ここで西林候補まだ最後のお願いに行きますので、残念ながらちょっとここでまた現場に戻っていただきますんで、あと少しですけども、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん西林をよろしくお願いしますね。もう本当にね本気でやってますんでね西林、僕以上に本気です、お願いします。僕以上に、うん、いやもうこれ以上本気の人はないということで、これすみませんちょっと寄ってください、うん、どういうふうにそれ、はい、寄ってください。代表は代表真ん中に来てもらいましょうか。ほな馬場さんはこっちに来てくださいすみません手作り西林でも面白いこと言われてるね、これビリケン、そうそうそう、うん、だから西林に触ったら幸せになりますよ皆さん。足の裏なぜてやってください。うん、ねえ、あもう本当今回厳しいこの戦いでした。あいて、すまん、僕マイク、あビリケンと握手した、ありがとう、幸せになっていただきたいと思いますね、うん、あ今ね橋本さんはですねちょっとね今ねくるくる橋本さん来ますけどね、怒りのボルテージを今上げているところですね、うん、今ね、うん、あまあ西林と相手でね、戦ってるのにね、なんか相手は橋本市長の悪口ばっかり言ってましたからね。あそうでしたね、いろんなわけのわからんそういうビラが、もういっぱい出てましたけどね、
とにかく、これ読んでたらごっつい面白い、うん、ずっと読んでしまいますね。いや読んでしまいますね。読んでたらね喋らんようになったら、うん、面白くてね。まあ寄ってませんよ僕は。寄ってませんよ、うん、ま真面目に真面目にやっております。甘い香りしてる。じゃあここでね、今回もう本当にまた誹謗中傷雨あられでねビラ攻撃をされた、我らが代表橋本代表に登場をしていただきます。本当にもうあれニコニコ動画の皆さんもこれ、うん、これですね。これこれ、はい、いやもうね今回の選挙だけはまあいろんな勉強になりましたけどね、これ見てください、これ違法ビラこれ全部違法、違法ビラ、ね、すごかったですね。嘘800全部これ、うん、まあ大体これ堺がなくなる、税金吸い上げられる、まあこれもこんだけ違法ビラやられたらそらみんな堺市民の皆さんこれもう不安もう煽られますよ。で僕らもだからビラねどうしようかって検討したじゃないですか、まあ、相手方こんだけやってきてんのに真面目に公職選挙法を守るっていうのはこれどうやねんと。でも一応維新の会のもう結論としてはね、まあ、ちゃんともう公職選挙法を守ろうと、もう違法ビラは一切やらずに相手の土俵を乗らずにやろうって言ったんですけど、こんなことをこれ許してたら、まあ、まともな選挙なんかこれできないですよこれ、ね、これね、これね、うん、我々もね、これ違法じゃないかということでね、馬場本部長いろいろとね、まあ、うちのスタッフがね、選管にも行ったし、警察にも届けましたけどね、まあ、これなんですかこう状況どうなってるの、これ顔出してやろう、もう腹立つからもうこれ本当にこれもうこれもうみんなこれなんですかこれ、うん、この辺のこの違法でこれあれどっかなんかこれあこれ変なビデオこれこれこれはひどかった。これ見てくださいこれこれはひどかった。橋本風俗に行きなさい。これ本当にね、ほんまなんだこれ。もうこれがまたね髪質がまたいいんですよね。これ結構うちのビラよりもちょっとこう全然いい厚手のいい感じの、まあお金かかっとる、お金かかってますだね、うん、これなんかこれもう連続でこれもう嘘ばっかり書いてこれいやーこれ僕はもう選挙っていうのは一回やってみてよく分かりましたけど、今の日本のこれ法律だったら守ってる方がバカ見ますねこれ、こんな状態だったら。だから日本維新の会でちょっと公職選挙法についてはこれしっかりやらないと、こんなことやってたらもうやったもん勝ちですもんこれ。私国会で実はその担当ですか、そのとこその委員会の理事なんですよ。あ、まあ、だからまあいろいろと今回また国会始まったら取り上げさせていただこうと思ってます。だからこのもともと公職選挙法っていうものは選挙運動っていうものをこう厳しくねこう厳格に禁止する方向でこう考えてる公職選挙法なので、本来は自由じゃないといけないんですよね。でもその資金力の差とかね、そういうので差が出ないように厳しくこう制限してるんですけど、でもやったもん勝ちになってしまいますこれ、うん、これ僕堺市民に聞いたら連日連夜もうビラが入ってるって言うんですよ。日刊ですからね、日刊で、日刊やから、ね、そのまた日刊っていうのもね、うん、選挙前から毎日出しとったらそらまあ公職選挙法上まあギリギリかもしれないですけども、うん、やばなってきてから日刊になったからね。フェイスブックにですね何日に出したっていうのを全部載せてる人がいてはるんですね。向こうさんの陣営の方なんですけどね、まあ、全部コピーしちゃいましたから、うん、証拠では全部残ってます。今から消してももう無駄です、うん、はい、全部残しちゃいました。ただ日刊でも、はい、投票呼びかけはダメなんですよ、うんうんうん、これでもほとんど投票呼びかけですもんこれ、うん、でしかも中身がもう嘘ばっかりだからこれ、あれ虚偽事項はダメだと、選挙の公正を害するのはダメだということをきちっと公職選挙を書いてますけど、これ選挙の公正もへったくれもあったもんじゃないんだよなこれ。まああんまりこういうこと言ってなんか負け惜しみみたいになるのは嫌ですけど、でもひどかったですね今回の選挙。いやーほんとね、
もうルール無視、ルール無視、まあ、もちろん、まあ、もう自民党と共産党組んだ時点でね、うん、もう筋もへちゃちゃも何にもないんですけどね。大体そのあれだからなんで組めたんかなと思って思うと、自民党と共産党がなんで組めるのかなんですよね、うん、これもう今の堺市役所を今のまんまで守りたいってそのだけでしょう。もう、まあ、堺ではね、あの共産党は旧共産党と僕はずっと呼んでましたから、なおかつ、まあ、反維新でもう連合軍をもう2年ぐらい前から組んでましたからね。まあでもね、ダブル選挙の時もね、みんな、あ、そうそう、僕の市長選挙の時も、いや、あれから今回初めて違うかな。だから共産党と自民党が組んだのは、橋本市長選挙、うん、それが初めてで、今回が2度目と、こういうことでしょうね。それはだからもう反維新で、うん、もうとにかく維新を潰すということでみんな一致してるんでしょうね。うん、嫌われてるんやな俺らは。いや僕らですか、うん、ね、僕らが、いやいや、みんな、維新の会のメンバーみんなが嫌われてると。あ、今日ね、あとね、もう一つはね、僕まあ、結構冷静にね、うん、各紙、いつも僕は毎日新聞に文句言ってましたけども、うん、言うてる言うてる、まあ、毎日新聞もでも、ね、きちっとね、うん、毎日新聞撮ってます、うん、撮ってる、うん、できちっとかわいそうやから客観的に報道はねしてくれてたなっていうふうには思うんですけど、うん、今回あれですよ、政党広告、朝日新聞の、はい、あれ断られたでしょ、とうとうやられましたね。だから毎日新聞でも受けてんのに、そう、毎日も産経も読売もきちっとやってくれてるのに、うん、政党広告で最後終盤にね、やっぱり僕らの主張がうまく伝わってなかったので、政党の広告として厳格に審査を受けながら、朝日新聞の方は最後 OK だって出したのに、昨日かなんかに急にもう掲載できない。そうそう、昨日の夕方、まあ、我々の読売広告でね、あれ頼んで、うん、で朝日新聞が断ってきたっていう話なんでね、で最初は OK 出したんでね、向こう側の朝日新聞さんの構成で OK ですよと言って、うん、だから僕らこっちは上げてるわけですよね、うん、でその朝日ねぎってもないよな、うんうん、ねぎってもない、ねぎってもない、でそこでしっかり契約が成立してたのに、うん、急遽これ、掲載できないって言ってきた理由が、投開票日の直前に連続で広告を載せるのは選挙運動だからダメだっていうこと、だから要は明日投開票日なのでね、この直前に連続で載せるのはダメですと、選挙運動ですということでペケにしてきたんですけど、あれ資料ありますかね、衆議院の今回の衆議院の選挙で連続で載せてる、あれ連続で載せてるじゃないですか、朝日新聞、共産党とか、ね、うん、CC の、うん、うん、あれはだから、それでもなんか法律なんですか？いやいや、連続で載せたら選挙運動に当たるかどうかのある意味内部の判断なんですよ。なるほど。これだから、これ去年の衆議院のね選挙の時には投開票日のなんか直前にもう連続でこれ載せてるんですよね。と共産党さんの広告、共産党の広告とか連続の政党広告を載せてるのに。うん、急に維新のやつだけこれ連続だからダメだって言ってね、うん、でも向こうのいろんな審査に合わせてこちらもいろいろやってきたのに、これは急にっていうのは、これ去年の選挙っていつでしたっけ、12月16日ですね、これ日付16日です、これ、うん、そしたらこれどこでしたっけな、これど朝日加田さんのやつですか、加田さん、加田さん生活、生活未来、うん、すいません名前間違えました、うん、いやだからね、これ朝日新聞の本社のね、大阪本社の広告審査の審査を通ったということで、OK もらって、そのまあギリギリになってダメだよっていう話になったんでね、うん、いやもう、いやー、何がもうどうなのか分かんないですけども、なんかこうなんていうんですかね、やっぱり選挙ってこう、僕は日本の選挙って今回やってみてね、すごい、あ、これは平和だなと思ったのは、いろんな世界の各国では政権とそれを倒す派がもう戦争してるじゃないですか、でそれこそシリアなんかだったら化学兵器使ったりとかもうひどいことやってる中で、僕らはマイク一本でね、うん、これみんなに訴えかけるって極めてものすごいやっぱり平和で成熟した国だと思うんですけども、うん、その根底としてはフェアな、フェアなその選挙じゃないと
こういうのって成り立たないと思うんですよね、うんうん、アンフェアだったらもうむちゃくちゃやりますもん。そうそう、だからフェアだからマイク1本で有権者に訴えかけるっていうのをやるのに、こんな違法ビラが出回って朝日新聞のこの政党広告も全部審査を通ってるのに直前になってやめるとかね、うん、他の新聞社はこれ全部出してくれてるわけでしょ、出てます、朝日だけはダメなんでしょ、毎日も出してくれてる。どっかでも違う場所に寄せられたんじゃなかったか、おいや、違う場所、あ、株式の紙面に載せられたのは何新聞やったか、あ、なんか最初は地方版のところにきちんとここに載せますよって言ってたのが、うん、これ何新聞なんですか、朝日、朝日、これも朝日、これね、これ結構笑けるんですよ、これ金曜日、金曜日の、ね、朝日新聞ね、これ見てください、これもともと別のところでね、先週版っていうところに載せる予定だったのが、うん、急に株式市場版になって、うん、これ見てください、これキャベジンの宣伝みたいになって、荒れて弱った胃腸粘膜を修復するって、うん、荒れて弱ったって僕らの顔の上でこれ荒れて弱った、うん、これ見て、荒れて弱った、うん、これ ね、まあ、ね、前ね僕の本が、うん、あの大成維新っていう本を出した時に新聞広告載ったんですよ、うん、どこの新聞か忘れたけど、その上がねヒトラー独裁者のそういう本が上に載ってて、うん、僕の名前の上のところにヒトラー独裁とかかぶせてるんですよ、うん、これ今回ね荒れて弱った荒れて弱ったいや俺だからあのキャベジンたまに飲むこれでもどっちが荒れてどっちが弱ったんですかこっちが荒れて僕が荒れて弱った弱ってるからなんかちょっとガソリン入れてきて、うん、だってもともとこの広告って違う先週版っていう堺のね堺市の方のこう報道するところに載せる予定だったのが急にここに移りましたって荒れて弱ったってこれああこれもすごいです、これ朝日新聞、うん、やっぱり嫌われてるね誰が嫌われてるんですかね、うん、まあそれはまああんまり言われてないいやこれだからまあいろんななんかあるのかもしれないですけど、でもこれもともとここに載せるって話じゃなかったんでしょ、これだから広告代理店にこれ確認しないとダメですよね、こんなの、うん、いやだから広告代理店さんも今回のこの載せへんかったっていう件に関しては非常に、うん、まあ、言ってはりますよね、うん、でもこれ契約違反ですからね、うん、完全にいやだからね、こんなん賠償請求してもいいぐらいちゃいます、うん、契約はそういう、うん、どうまあ広告代理店はせやけどだいぶ頑張ってくれたらしいけどね、うん、まあ我々はそこを言うていくしかないんでね、うんうん、そうだけどその理屈はいつもあれメディアはね、僕らに対してはもう説明責任とかもう先導言うじゃないですか、もう説明責任、うん、説明責任って、ほんなら今回広告を中止した理由、これ連続で載せるのがね選挙運動になるって言ったから、前回のこれ衆議院選挙の時にこれ連続で載せてますよ、これ各政党これ、うん、まあ朝日はでプラスあの知る権利ってよく言うよね、うん、知る権利、ね、知る権利、知る権利やったら広告ぐらい載せてくれよね、だってそれは政治活動で僕らの表現というか情報はね、うん、これはもう選挙の時に有権者に伝えるっていうのがもう大原則じゃないですか、うん、あれだから今回の秘密のあれ、法律今法案で、あ、秘密保全法、秘密保全法の、はいはい、あれも知る権利、知る権利とか言って報道の自由だって言っておきながらね、うん、報道の自由っていうことはそれは責任が伴うんだから、うん、今回これ選挙投開票日の前の連続の広告の掲載は選挙運動だっていうんだったら、前回のこれ衆議院選挙の時のこれ事情と何が違うのか、これきちっと説明責任やっぱりこれ求めないとね、これは、うん、ね、もう今度からまた市長のね立ち入れ君の時に朝日の人たちが非常に困ることになりますよね、うーん、まあただやっぱりこれ、うん、今日も来てるんちゃいます、いやでも記者に言っても個人の見解だからそれは答えれないって言うんだもん、それいつも、ほんで僕らに対してはね、もうそれは個人がどうだ個人の見解で逃げるなとか散々言うのに、それは記者に言ったって個人の見個人では答えれませんとかね、まあこれはまあ上層部の話なんやろうね、
でももうちょっと日本のこう民主主義とかを高めていくんだったら、僕はやっぱりメディアの役割って大きいと思うんでね、もうちょっとメディアも自覚してもらいたいと思いますけどね。まあ公平公正にね、公平公正にねやってもらいたいよね。橋本大学がオーナーで一つもう作ったらどうですか。いやもうこれやってるじゃないですか。もう言ったら維新のチャンネル、いやでも今回の選挙は本当に堺がなくなるっていうこのキャンペーンはね、まあ相手の戦術はある意味見事だったというか、あの僕らが言ってる大阪都構想っていうのは堺市役所がなくなるっていう話なのに、そこを堺がなくなるとごちゃにしてね、そうそう、ごちゃ混ぜにして堺がなくなる堺がなくなるって言ったら、それは有権者の方はやっぱり不安煽られますからね。まあ、だから逆にね、三原区の人たちなんかはこの間政令市に、ね、なるときに堺市に合併して三原町から三原区になったんですけども、まあなくなってないですよね。なくなってます。だからその時はみんな何を言ってたんやろうなと思うんですよね、堺の人たちは。三原、いやもう三原区の人ね、本当にあの前はもっと役所近かったって言ってたんでね。まあ三原区役所かってめちゃくちゃ立派なんできましたよ、まあなんか新しくなったのはあそこの市役所。でもそこに権限が何もないんでね、結局堺市まで行かなあかんと。まあ一応公募のね区役所あそこは、あの置いてるんですけど、ね、公募の区長、ね、あ公募の区長、はい、でもね公募も結局市長が決めてるんでね、公募といえば、大阪市役所の公募。ええやこれ。ただね、まあでもね、頑張ってるやつの話一個も出ないよね。だからあの取り上げられたことに関しては、指摘を受けたことに関してはきちっとこれは対処していかなきゃいけないんですけどもね、でも頑張ってるその公募区長といいますか、公募で選ばれた区長がどんだけ今まで の, あの役所組織の中のこの価値観とか役所の文化っていうものとこう対決しながらね頑張ってるかっていうのは一切出ないでしょ、ね、でミスしたこともあれ新聞でこれ選挙前で大騒ぎされましたけども、中抜け校長とかね、校長先生が途中で抜けたとか、その学校をこうサボってなんか外に抜けたって言うんですけど、あれはきちんと校長業務の一環で、まあ外に出て、で教頭にも口頭では言ってたんですけど、その正式な手続きをちょっとやり忘れたってことなんですよ。それはね、僕は普通の内部の校長でもそんなことはいくらでもあると思うんですよ、ちょっとした手続きミス、でもそれはきちんと手続きはきちんと守らなきゃいけないけど、それを中抜け校長だ、授業をサボった校長だということで新聞一面でワンワンやられたんでね、いかにその何て言うんですかね、外からこう民間人をこう役所組織に取ってくるってことに関しては凄まじい抵抗っていうものがいろんなところでこうあるんだなっていうのを感じましたね。だいたい僕らほら選挙で選ばれる人間っていうのはお客様じゃないですか、外から入ってくる、だからやっぱりそういう感じでやっぱり組織っていうのはこう外から入ってくる人間っていうことに関してやっぱりすごい抵抗があるんでしょうね。だからねやっぱりね、でも外から入るもんもね、そういう思いで入っていかんとね、やっぱり最初からあのまあ上手に迎えてくれるんで、いやちょっとぐらいちょっとふざけてもっていうのが、まあ、そういうちょっと甘いところはダメ、あかんよね、これは。それはダメですね、ちょっとやっぱりそこはその何ていうかな、脇を締めてかかっていくというのが一番大事なとこなんやけどね。確かに今回の公募の校長にしても、あの発言にしてもね、ちょっと度が過ぎてるし、大体ね、あの民間人で失敗するパターンっていうのは自信過剰な人なんですよ、でやっぱりこの、 あの有権者の立場でに立つと、あの公務員の世界をこうある意味バカにしてるじゃないですか、前提として。そら公務員は働けへんとか、公務員は融通が利かないとか、いややっぱりね、民間でいるとね、もうミスしたらまああの潰れてしまうという、そういう危機感あるんで、やっぱり役所はね潰れることない。大阪市なんか本当あの、何あの住之江の賠償請求、賠償請求もう200何十億とか賠償請求食らうわけですよ、多くも700億、でこれでも普通700億と200何十億って賠償請求食らったら普通は潰れますけども、潰れないからやっぱり甘いわけですよね。だから有権者としてはすごい役所組織に対してこう厳しく、でしかも甘い甘いっていうふうに言ってるもんですから、民間人が公務員組織に来た時に同じ感覚でこうやると、役所組織っていうのはまあそういう甘いところはあるけど、ものすごいこう
こう緻密にこう論理を作ってね、うん、制度とか法律に基づいてしっかりやってるもんですから、うん、民間人はやっぱりそこにね対応できないとこがあるんですよね。いやでもあれ多くとかもなんていうの、あの土地信託で本来はちょっとこうしっかり守らなあかんような契約の手法をしとかなあかんのが抜けてるからあれ負けるんでしょ今度。だからあれも総務省のひな型を使ったその契約をやってるからね、うん、負けたわけですよ、うん、であんなのを普通にパッと弁護士的にこう見たらちょっと1文か2文入れておけばね、うん、そこはきちんとリスクを回避できたのに、うん、総務省のひな型通りに契約を結んで多分全国の自治体同じことやってるんですけど、でもそれは弁護士にじゃあ相談したのかって言ったらしてないんですよ、うん、そういうリーガルチェックをするような大阪市は顧問弁護士ちゃんといてますよね、その時代でもね。いやだからね、やっぱりね、今回もね、この9月議会でね、いろんな松原食肉とか、うん、市場とか処理するけどね、うん、結局ね、自分のね、お金じゃないというところのね、その感覚をね、やっぱり役所変えなあかんね。あれやっぱり回収してな、回収せんと自分食べていかれへんっていうようなね、民間のそのね強い意識がないね、うん、役所は、うん、そらね200億金払うとか700億金払うって言ったら普通は倒産ですよ、うん、でもこれ僕の給料もそうだし市役所の職員の給料もそうだし、もっと言えば市議会議員の給料もねそのまま普通に支払われるわけですよ、うん、900億円の賠償請求で金払っても、うん、これはなんかやっぱり考えないといけないのかなと思いますけどね。まあ責任っていうかね。でもやっぱり職員からすると、役所の職員からすると最後決めたのは市長と議会じゃないですかっていう話なので、まあそこも確かにそうかなっていうのはあるんですけどね。でもまあ市長一人首長ではね全部は見られんのでね、これは。まあこれ正直ね、全部見るっていうのはこれも大変な作業で、やっぱり職員を信頼してやっていくわけだから、やっぱり職員の意識改革なんかなと、まあこういうところかなと思うんですけどね。いやでもあとはね、やっぱりメディアのこの記者にしても何にしてもね、一回役所組織でやってみたらいいんですよ。今大阪市の公募校長のところに元新聞記者が入ってきてるんです、うんうん、これ大阪府政とかを担当してた新聞記者が、うん、外から言うことと自分がやること、こんなに違うとは思わなかったと要は記者だったら言いたい放題言えばいいのに、実際は違うと、組織を動かすっていうことはこういうことかと、実行するってことはこういうことかっていうことでね、痛烈に記者時代のことを反省してますよ。だから別に僕はメディアが厳しくチェックするっていうのはそれはその通りでいいんだけれども、やっぱり行政組織っていうものがどういうものなのかね、まあ大体普通の生身の人間がやってるんで完璧なんてさ無理なんですよ、うん、だからそれはやっぱりメディアとかや記者がね本当に日本の政治を良くするんだったら中に入ってきてみてね、どの程度のことなのかってことも知らないと、うん、記者はもう 100% 完璧を求めてくるから、うん、そんなの人間がやってるんだからそんな無理に決まってるじゃないですか、うん、まあ、そういう意味ではメディアの方はパッと選挙に出られる方も多いですけどね、やっぱりなかなか通りませんよね。まあまあ表面だけではね、これはなかなか選挙に出るとね、現実がやっぱり待ち構えてるんでね。さあ僕もコメンテーターの時にはもう役所組織にはもうむちゃくちゃ言ってたんだよね、でも言ってた言ってたそれはでもやってみたらこれは言うだけじゃそれはもう話にならんなっていうね。だからもういろんな人が外から言いたい放題で法人税減税でもね、うん、そんなもん経済を活性化させるためには法人税減税をやったらいいんだとか、いろんな雇用のルールを緩和したらいいんだって、そんなのは分かってるけど、それをどう実行していくかっていうことがすごい大変なわけじゃないですか。いやまあ今回も特区のねローカルタックスでも俺はもう大概こうできない理由はいっぱいある中でね、それをまあ税の公平性とかいろんなこと考えながらそれ実行していくとね、もうむちゃくちゃきつかったね、うん、だからやっぱり僕は人材の流動性っていうのは維新の会でものすごいこう重要視していて、いろんな分野にまあこう人がこう行ったり来たりするっていうことが重要なのはね、僕はやっぱりメディアと政治の世界だと思いますよ。そのメディアっていうのはやっぱり国民を代表してメディアが
あの政治をチェックして国民に伝えるときに、メディアの方が政治や行政のこの実態を、中の状態を知らないもんだから、うん、きちんとした情報が伝わってないですよ、うん、国民の皆さん。いや、あれほいでね、チャレンジ特区で、うん、今メディアが批判してるけどね、朝日新聞の社説で出てましたね、そうそうそう、解雇特区とか言ってね、そうそう、それで、憲法違反だとか、うん、なんとか言われてるけど、あれは法律家としてはどうなの、あれは。いや、それは業種とかそういうものを絞っていきますもん。それは何でもかんでもその労働法制をね、うん、緩和するっていうのはこれはダメですよ。やっぱり使用者と労働者の力関係が、このバランスが取れてなければ、雇う方の方が力が強いんだったら、やっぱり労働者を守らなきゃいけないですけど、うん、場合によってはそれは労働者の方がある意味力関係強い労働者だっているわけですよ、うん、で中にはもうそんな労働法制なんか守らなくてもいいっていうね、うん、そういう労働者だっているんで、うん、そういう人のある意味働く自由っていうものは認めるべきだと思います、うん、だってあれもね、今日も昨日かな今日かな、朝日新聞の社説に解雇特区はやりすぎだっていうふうに言ってましたけどもね、それはテレビの世界のタレントさんにしてもね、弁護士の僕らの世界にしても何にしても、明日もう仕事終わりですよ、もうあなた仕事できないから終わりってバチンって切られることなんていうのは普通の世界でやってきましたからね、うん、そんなの当たり前なんですよ、うん、なんか朝日新聞とかああいうのはもう日本国民全員がなんかそういう労働法制で守らなければいけない、そんな労働者ばっかりだっていうふうに朝日新聞は勝手に思ってるのかも分かんないですけど、多くの労働者って、まあ、多くの その働いてる人はね、その日々明日首切られるかもわからないっていう中でやってる人もいっぱいいるんですよね、うんうん、でももちろんさ報酬高かったりとか自由に仕事できるっていうところはあるんですけどね、うん、だからまあチャレンジ特区っていうところはやっぱりそういう人材が自由にね、そうなんですよ、だから労働者側に立った特区なんやね、あれ本当はね、本当は、うんうん、だからきちんとそこはルールが守られてるかどうかしっかり見ていきますけども、うん、そういうチャレンジする労働者っていうのもいるわけでね、うん、日本全国がそんな労働法制が守られない国だったらこれはとんでもないですけど、大阪の一部分だけチャレンジしたいっていう人間が集まってくる、そういうエリアがあってもいいと思うんですよ、うんうん、堺の話せんでええんかって今いろいろ出てましたけど、いやでも本当にまあどうなんババちゃん、最近本当堺市会議員20年やってきてね、本当堺をねやっぱり元気にしていくっていうのはこれは大阪の再生のもう本当に重要な部分やと思うんですけど、やっぱりこの竹山市政の4年間まあ議長もやって、本当に堺のこう役所の中っていうか堺の現状の中でね、一番問題点っていうのはやっぱり堺に人が入ってこないとか、うん、まあ、そういうの今人口減ってるとかいろいろあるけどね、まあだからやっぱり一番どこをどう変えていくっていうのが一番のところなんだろうね、うんうん、まあ、議会はね僕らが入った20年前はもう超党派でただの仲良しクラブでね、みんな仲良かったらそれでと、そういう感じでしたわね、うん、でそれがまあ政令市前後にこうやっぱり政策とかそういうのできちっとやっていかないかんいう時代があったんですけど、うん、またここへ来て反維新という旗のもとに、うん、超党派の反維新グループというのができてしまってね、うん、もうそこに政策とか何もないんですね、信念理念っていうのがね、うん、だからもうなんか我々が言うと、はい反対と、賛成できるわけないやろと、うん、そういうことですわな、うん、だから議会改革ももう報酬カットも定数カットも維新の会で足並み揃えてやったんですけどね、うん、まあもう最初からとにかく反対と、うん、そういう状態ですわね。で行政の方は優秀な職員いっぱい出るんですけど、うん、やっぱりこの4年間このきちっとした成長戦略、リーダーが方向性を示さないという状態の中で、半ばもうやる気がなくなってる優秀な職員も増えてきてますよね、うん、いやだからね、やっぱり堺に企業を呼び込んでくる、人を呼び込んでくる、これ大阪府市で今やってるようなね経済特区をね、うん、ぜひ堺もねやっぱりやってもらいたいしね、うん、そういうことがあればもう必ず堺にね、そういうこう進出していく、うん、そういう企業がね出てくると、うん、僕はもう絶対間違いないと思うんですけどね、うん、いやあれはもう本当になぜここまで固くなに我々を否定されるのか、
ね、まあやっぱり社会がなくなるっていうところの不安感がね、一番もう堺市民の皆さんやっぱりそこは不安になるのはもう当然で、やっぱりそこが堺がなくなるわけではないんですよと、まあ、新しい堺にしていくんですよ、今の堺市政令市っていうものがこの特別区になることによって飛躍するんですよっていう、そういうメッセージがやっぱりちょっと足りなかったと言いますかね。ただね、まあ、その堺はこの明治昭和ずっと、明治の後半から昭和にかけてずっと合併繰り返してね、今の堺の形になってるんで、まあその当時のこと知ってる方も少ないかも分かりませんけど、まあ合併して村が変わったとか町が潰れたとか一個もそういう前例はないんでね、ちょっと冷静になって考えていただいたら分かることやと思うんですけどね。それはね、その堺だけじゃなくて大阪市でもね、やっぱり大阪都構想を言い出した頃にね、よう大阪の自民党の市会議員がね、どこどこがなくなるとかよう言うてましたよ、でもそんなんね、そんなことを言い出したら河内の国とか摂津の国とかもうとっくになくなってるわけでしょ、そやけど摂津も河内も文化伝統として残ってるわけですよ今でも、で堺も残ってるわけですよ、そんなもん簡単になくなるわけないんですよ、だからやっぱり今回その行政組織の話と、その地域の話がやっぱりうまくこうミックスされて、僕らは堺市役所というものを大阪都庁と新しい区役所にこう整理をするって話だったのに、堺市役所がなくなる話と堺がなくなるっていうのをやっぱごっちゃにされて、うまくこう堺がなくなる堺がなくなるってやられてしまいましたんでね、だからむしろ東京の人から見ると多分この話っていうのがよくわからないっていうふうに思われるのは、東京はやっぱり23区っていうものにすごいステータスがあるわけなんですよね、だから東京の中心部、東京23区っていうところにすごいステータスがある、だから大阪市と堺市が合わさって大阪の中心部の特別区を作っていく、大阪と9区とかね、まず大阪市と堺市だけだったら大阪と9区っていうことにこうなるっていうことが、それがすごいステータスだっていうことをやっぱり大阪の人はなかなかこうちょっとこう分かりにくいというかね、東京都渋谷区、東京都新宿区っていうのと、まあ、東京都の何々市っていうのがやっぱりちょっとこう感じ方が違う、でも僕らの場合、大阪の場合にはなんか区っていうとちょっとこうなんかね、ダウンしてしまったような、そんな風に取られてしまったところがあるかもわかんないですね。いやでも東京の各区はね、これはもうオリンピックで盛り上がって、まあ墨田区なんて言うたらあのスカイツリーで盛り上がって、墨田区全体のそういうこう地域の行事も一緒になって、今すごい観光客も呼んでね、もう区の盛り上がり方っていうかね、そういうのも絆とかも余計にあのスカイツリーで強くなったみたいな話も出てるんでね、だからまあ街づくりっていうのはね、これ面でやっぱり考えんと点では無理ですしね、でまあもうこうなんか来ていただく方の視点っていうのがもう全くないんで、独りよがりの政策が堺は今多いですね。いやその面なんかで考えるとね、古墳群かて今一生懸命やってますけどね、あれかて堺だけでできる話ではもうすでにないでしょ、というかもう堺とじゃなく以外ともやってますやん、羽曳の人もやってるしね、そうそう藤井寺も一緒にやってる、そう、まあ、本当は松原市にも古墳はあるんですけど、松原市はなんか仲間に入れてもらえなかったみたいで、はい、ちょっとそこは残念なんですけども、堺市のね作ったマップにね松原市抜けてましたもんね前、すいません、はい、ちょっとびっくりしたんですよ、堺市の横藤寺市になってて、ちょっとこれ松原という文字が、ね、松原市自体がなくなってたんですよ、はいはい、もう藤寺市になってしまってて、堺市民を代表して終わります、はい、すいません、いやもう訂正をしていただいたみたいですけどもだからその堺市 だけでっていうねことはもうこれから、例えばね代表もずっと街頭で言ったその観光にしてもね、古墳群をほんまにねそういう観光資源としてやっていくんやったら、もう堺だけじゃ話できないわけですよね、まあ、特にやっぱり堺はそのフルセット型の街づくりのはもう無理なんで、やっぱりその観光文化に特化していく、代表にも言いましたけど徳川家康の墓があるとか、あの千の利休が組んだ井戸がまだ今でも残ってるとかね、そういういろんな楽しいワクワクするような歴史文化遺産がたくさん残ってるんでね、それをこううまくつなぎ合わせていって大阪全体に寄与していくと。いや今回だからね、かければね、冬の風物詩でね、
もう光の共演ね、これも、昨日、記者会見もやりましたけど、酒井もねぜひそういうあの時期にね、うん、ぜひあのイルミネーション入ってもらいたいなと、うん、でまあイルミネーションといえば、僕はいつもあの仁徳天皇陵でとんでもないやつやと言われてますけど、あれは周辺をライトアップしましょうよと、それでそこにあるよということを分かっていただいて、どんどん来ていただこうよと。でないとね、あれ世界遺産の登録なかなかしんどいですよ。僕はその窓口になって国と交渉をやってるけど、なかなか厳しい状況なんでね、やっぱりやっぱりこう観光客が一回見に来るようなね、うん、そういう風な仕掛け作り、これはもう絶対必要やとこう思うんですけどね、うんうん、まあ、そういうためにもね、やっぱりそのあそこへ行く足、交通アクセスも非常に弱いんで、やっぱり LRT やりたいですしね、うん、で LRT やろうと思えば阪海線との相互乗り入れ、ひいては大阪市内とこうなるんでね、うん、やっぱり大阪知事市長とこう連携を取らないと、そうそう、いいその交通ネットワークできませんよね。あれね、御堂筋線もね、うん、あれ金岡のとこなんかね、みんな使われて、皆さん使われてるけども、ね、今回値下げどうなんですか、地下鉄。いや待ってるんやけど。いやだからこっちはもう、大阪市サイドとしてはね、もう民営化がもう 100% できるって自信持ってるんですよ。そうそう、全部高速鉄道もそれで値下げできる、値下げするでしょ、うん、だから民営化すれば値下げができるという状態でも 100% の案を僕は用意してるつもりなんですけども、市議会がそれ OK 出してくれないもんですから、あれ何が分かんのかな。いや分かんないです。だからこれはね、やっぱり議会とこの市の議会と行政の関係っていうものをもうちょっと考え直さないと、うんうん、議会の方はペケだって言うだけでいいわけですよ。なぜペケなのかっていうことはよくわからない。だからこっち側の方にもっとちゃんとしろ、もっとちゃんとしろじゃないですか。アメリカの場合の議会っていうのは議会が責任持ってるんで、うん、きちんと予算っていうものを成立させないと議会の責任になってしまうんですよ、うん、でもこの日本の場合のこの地方政治っていうのは議会はペケっていうだけでいいわけですから、うん、責任持たないので、うん、これ丸になるまでずっとこっちがもう、いやあれ3分の2やしね、いやあれも本当ね、まあ大阪のあの地下鉄って、その利用者のね、7割方は大阪市民街、これ堺の人も山の人もいっぱい使っててね、とにかく10円でも20円でも早く、うん、みんな待ってるんですけどね。いやだから民営化で、あとは大阪市議会がね、うん、維新の会はもちろん民営化賛成ですけども、うん、他が民営化 OK っていうふうに言ってくれないんでね、うん、民営化 OK って言ってくれたらもう値下げできるんです、大阪市営地下鉄、うん、もうそこまで準備してるんですよ。いや仙北高速鉄道もね、結局OTK をもう株式売却で民営化すると、こういう方向を出して、その条件が値下げなんでね、うん、これもかきちっとこれも値下げできること決まったんやけどね、うん、大阪市会ではでも昔はみんな民営化せえ、そうそう、民営化せえ言うてましたよね。そうそう、ババちゃんが自民党の青年局長やった頃、いやいやいや、いやだからみんな言うには民営化方針は認めるけれども、まだいろいろ詰めるところがあるということで、必殺の引き伸ばし作戦ですね。だからその詰めるところをちゃんと課題整理してもらって、うん、いついつまでにちゃんと課題解決するからっていうスケジュールを立てないとね、うん、これもうだって議会が丸って言ってくれない限りはこれ全然進まないですよ。いやこれほんま堺の人もね、あっちが鉄ね、あれ使われてるからね、ぜひ待ってると思うんですけど、かなりね、地下鉄使ってますもんね、みんな、うん、そうですね、まあでも今回本当にね、大阪の特殊事情っていうのは堺市っていうと大阪の中でやっぱり84万人都市、うん、だから大阪市に次いでのすごい大きい都市じゃないですか。で大阪市が270万だったか、だから堺市っていうとすごい大阪の中で大都市っていうこうものすごい自負があると思うんですけど、実は東京23区と比べるとね、世田谷区1個分なんですよね、うん、
そうだね。だから堺市っていうことで今回も堺を守れ、堺だけでやっていくんだっていうことで、今回堺市民の皆さん、まあみんな堺をなくすなと、僕らなくすつもりはないけれども、でも堺堺堺って言ってるのは、まあ堺で気張ってやっていこうっていう思いなんでしょうけど、世田谷区1個分なんですよ。だから東京23区の世田谷区1個分がいくら気張っても限界があるし、これは大阪市も同じで、大阪市も、まあ、世田谷区、墨田区、大田区、まあ、それに新宿区が加わって、まあ、東京23区のうち、まあ、4つ分ぐらいなんですよね、大阪市も。だから大阪市が決まっても堺市が決まっても、うん、そんなやっぱり大した力出ないですよ。オリンピックは呼ばれへんね、大阪市役所ではやっぱり呼べないですよ、うん、それは墨田区、大田区、世田谷区、それに新宿区が加わった、この4つの区だけでね、オリンピック呼ぼうって言ったら、それふざけんなって笑われるじゃないですか、うん、でもそれを大阪市役所はやろうとしてた。だから早く大阪市役所とか堺市役所とか周辺がね一緒になって、東京23区のようなああいうやっぱり力強い大都市っていうのを作っていかないとダメですよね。だからそれが僕らの目指す大阪都構想、ワン大阪、一つの大阪なんですけど、なかなか大阪の人はこう東京との比較っていうところでちょっとこう、うん、あんまりまだ理解してもらってないって言いますかね。まあ東京の場合はやっぱりこう、時の政権でねあれ都になったというのがあってね、うん、でまあその時の、戦時中やったっていうのもあってね、で結局もうその形っていうのがもう、まあ、時の政権が決めてるもんやから、そのまま、まあ戦争も突入、戦時下でもあったいうこともあって、そのまま、今のこう状況までねずっと来てるから、まあなんかこう抵抗感なくスッと来たけども、やっぱ大阪の場合は、そういう時代背景じゃない今の時代の中で変えようというのがみんな理解できへんやろね、これが。それはあの当時東京府と東京市があって、まさに大阪府大阪市の状況でね、これを解決しようと思った時に、東条英機内閣が閣議決定一発で東京市役所をなくして東京都を作ったわけですよね。で今の時代大阪府と大阪市の関係を整理しようと思ったら、これ僕ら大阪都構想ってもうかれこれ3年4年ぐらいやってるでしょ。だから維新の会が、大阪維新の会ができて3年半、毎度毎度これ選挙のたんびに大阪都構想が左右されるって言われる選挙をずっとやり続けてきてどの選挙でもね、ダブル選挙から、まあ言ったら統一地方選挙、そしてダブル選挙、衆議院選挙、参議院選挙で、また柏の時もそんなこと言われてたし ねどの選挙もまあ争点になってしまうという、まあ僕らも逃げんの嫌やからね、それ受けて立ってずっとやってるけどね。でも大阪都構想ぐらいやらないとね、道州制なんか絶対無理なんですよ。で道州制は自民党も公明党もそれからみんなの党も維新の会も言っていて、道州制を本気でやるっていうんだったら、この大阪都構想ぐらいちゃっちゃと済まさないとね。いやこれはもう日本のためにね、やっぱり東京一極集中でこのままではね、本当に日本のためにならないなと、やっぱりこう、東西でね日本を引っ張っていく、そういうやっぱり役所行政っていうのはもう絶対必要だと思うんやけどね、だから国全体のことを考えたら、やっぱり東に東京都っていう、まあ、ものすごい大都市があって、そこに今一極集中化する流れができてるんでね、これは日本全体のこうマネジメントを考えたら、西にも東京都に対抗できるようなね、しっかりした大都市作らないといけないんですけどね。そうそう、これ、なんか東京と大阪ってツインエンジンだとか、東京の次の大都市は大阪だって言われますけど、これ知事やって、僕は大阪市長やってよく分かりましたけど、大阪って全然一つの都市になってないですからね、バラバラですから。だからこれをなんとか一つにこうまとめていこうってことをこう挑戦してるんですけど、まあ民主主義の中では大変ですね、これね。大変やね。まあとにかく、こう議論せんかったらええんやから、大阪一つのいろんなね、
観光局、観光の話にしても経済特区にしても、とにかく話し合いして決裂する必要ない、喋らんといて、会わんといたらそれでそれぞれバラバラでやるわけやから、だからまあ会わないことはニュースになれへんので、アウトニュースになっていろんなことになるけど、今まで大阪府大阪知事、とにかくもう会わないことはニュースになったことないんでね、ほんでそれを会わなければずっとそれぞれ勝手に行政やれると、これが一番おかしいとこなんやね、一つになれないとこやね。でだって、まあ、今同じ政党ですからね、あの松井知事とそして僕が別に普通にこう並んでて、もう何にももうあの違和感も何にもなくやってますけど、はい、これ僕が知事の時にその前の平松市長とね会うとかいう話になった、これはもう大騒動でしたもん。会うっていうだけでニュースでしたもんね。もうで準備にものすごい時間がかかって、お互いのこのペーパーの調整をして大変な作業をやって、大阪府知事と大阪市長が初めてそこでこう会談をするっていうのが、今もうもうなんか見飽きてるじゃないですか、もう大阪府民の皆さん、この2人のこの並びは。いやだからね、結局やっぱり堺市竹山さんがそういうことやねんね、で僕らと会わないことをで普通にやっていけるよね、僕らが会いたい言うても、あの相手が会わないって言われるとこれもうどうしようもできない、ここが一番の問題だよね。でも大阪の本当にね、僕ことを考えると、まあ、大阪府知事がいて大阪市長がいて堺市長がいてね、3人でこうやってこのテーブル囲んで、大阪どうしようって話をするっていうのはね、強烈な僕ね大阪のこのなんていうんですかね、あの新しい政治パワーになるというか、ね、松井知事があのここに来るということになれば大阪府庁の職員がバッと来ますしね、で僕が来るということになれば大阪市役所の職員が来る、でここに堺市長が来ると堺市役所の職員が来る、もうここで大阪の一つの本部ができるわけで、そういうやっぱり政治をやらないと大阪って強くならないですよ。そうね、それ今はあのフルオープンでね、あのもう言うたら、府市統合本部フルオープンでやってるんでね、大阪 の, あの皆さんも、ネット中継もしてるんで、あれみんな見れるんだよね、どうなってるか。だからそこになんで竹山さんが来へんのか、もうそこが一番僕は分からへんとかね。逆に言えばお二人にすれかも分かりませんけど、堺がこの3つの中では一番基礎体力が低いわけやからね、まあ、あのメリットは多いんじゃないかなと一番、いやだからね、これやろうこれやろうって言うてくれて、堺市だけでできへんから、これ大阪府大阪市協力してよって言われたら、いくらでもね、だって知事としては、まあ市長も知事やったんやから、堺市民の皆さんにも票をもらって知事やってる2人とも、だから堺も一緒に良くなるって当たり前の話やねんか、これは。だから今回、まあ、僕が今大阪市長っていう立場だから、大和川を越えて堺市にこう攻め込んできたって言われたわけですよ。あ、言ってます言ってます、隣の大阪市長がね、はい、攻め込んできたって。僕は大阪府知事をやって、堺も好きだし大阪も大阪市も好きだし、まあ、みんなが良くなればいいと思いでこれやってるのに、まあ、この攻め込んできたとか、僕らがねこれ堺を潰すとか言われてますけど、だって知事やってるわけですから、そう堺も大阪も豊中も吹田も東大阪市も全部良くなればいいと思いでこれワン大阪やってるじゃないですか。そう、ねえ、それやっぱり攻め込まれたってやっぱりなんか雰囲気が悪いんですかね。出た、出た、渡ってきた、また、また俺、いやいや、知事は知事は大和川の水飲んで大きなってますから、それはないと思いますよ。ね、昔あの船釣りに行って大和川で溺れかけた。中学上がるぐらい前やったけど。あ、僕らでもね、その時と比べたら大和川綺麗になってるから。綺麗になりました。僕ら子供の時なんてもうそんな、あの入れなかったですもん、汚くて。大和川はもう大阪府もこれ、あの国も頑張って今めちゃくちゃ綺麗、もう水質ものすごい綺麗になりましたんでね。綺麗になったけども他の川も綺麗になってるから、相変わらず下の方は下の方なんですよ。でもそんなんめちゃくちゃ綺麗になってますよね、昔に比べて。だってもうあれですよ、2年後には道頓堀、
一応泳げる水質にまでなりますから、うん、道頓堀、あの阪神が、僕が中学校3年かなんかの阪神が何年ぶりかに優勝した時に道頓堀にバンバン飛び込んでたじゃないですか、うん、あの恵比寿橋から、はいはい、あの時には下にもう自転車がもう埋まってるわ、ヘドロがあるわ、大変だったんですけど、あのカーネル・サンダースの人形が発見されましたね、発見されたやつ、ね、うん、あれは感動でしたね、まあ、あれで阪神が勝たれへんというね、はい、まあ、呪い、カーネル・サンダースの呪いっていうね、呪いで、うん、あれでも見つかったのに負けてますね、うん、優勝できないですね、うん、今年なあれ途中であれ3連勝してたらな、並んでたところ3連敗したんやありましたね、あれがな本当にないやもう本当に、クライマックスシリーズはぜひ頑張ります何の話何の話か分からへんけど堺の話ですよ、堺の話、堺の話、いや また怒られてますよ、堺、うん、の話して、うん、堺の話怒られてます、うん、いやだからね、とにかくまあ堺も一緒にそう、うん、元気になっていこうと、いやあのあで、代表がね演説でその大和川を隔てただけでね、うん、こんなに差があるっていうのは本当に、僕も大和川の真下っていうか、山の中に住んだ、真南に住んでる、まあ、カパみたいな顔、あの頭してるってよう言われますけど、そうそうそう、君池とか川とかよく似合うから違います、あの、うんね、また堺の話がずれましたけど、うんうん、大和川越えただけでそういうふうな、ね、差ができてしまうというのは非常に僕もあれですね、うん、あのだって大和川なんか後で作ってる川ですからね、あれ無理やりね、無理やり300年前に、だからやっぱり中陣兵衛さん、中陣兵衛さん作ってる、はいはい、南側ではもう丸もんですから、うんうん、あれ無理やり作ってね、そうそうそう、北側の人はすごい喜んで、本当あれ淀川についてたんですよね、そうそうそう、淀川について、淀川が溢れるから無理やり南側、そうそう、南側ずっと作って、うん、で、ね、南側に洪水が起きるときは必ず南側に決壊するように作ってある、ね、堤防がそういう、そういう作りにしてある、ね、形態よね、でそれで一番決壊しやすいのがうちの松原の常連寺地区だったんです、うん、あ、うん、その間は柏原が危なかったです、ね、あ、危なかったですね、いや、あれこう折れ曲がってるところがもう一番危ないところで、ね、うん、合流してね、合流して、うん、あの石川と合流してるところ、うんうん、そうそう、あれもだから今回大阪市で初めて避難勧告打ったんですけどもね、あ、まあ、僕はあのその頃ツイッターやってたって言ってもわん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 批判されましたけどあれはだって避難勧告を出す判断が一番大変なんですよ、うん、もういろんな情報が来て最後やっぱり避難勧告打つかどうかっていうのは何十万人に影響が出るんで、うん、これどうするかっていうところでもう打とうっていうことで打ったわけなんです、そしたらまだ堺は避難勧告打ってないし、うん、上流の松原も藤井寺の方も避難勧告打ってなかったんでね、うん、まあそれは各市町村で状況が違うからある意味バラバラになるのはまあそれは仕方のないところはあるんでしょうけど、でもなんかやっぱりこうまとめないとダメですよね、うん、あれ代表にも言いましたけど、ね、あの大阪市側の方が堤防はスーパー堤防の整備が進んでて結構安全なんですよね、うん、で堺市側の方が脆い堤防やから、うん、本来その安全基準はあの堺の方が高くて当たり前なんですけど逆転してるんですよね、あれだからやっぱり基準を統一、うん、こう基準を揃えたとしても最後は避難勧告打つかどうかっていうのはもう最後トップのもう感覚なんですよね、うん、もうここで行けっていう話でね、うん、で行けっていう話をやるとバーッともう避難勧告が出て住民の皆さんがやっぱりそこで逃げなきゃいけないとかそういうふうにやっぱ影響出るじゃないですか、うんうん、あれ避難勧告実際に打つかどうかっていうその状況になったら結構ねこれ悩むんですよね、うん、今のこの段階で打っていいのかどうなのかっていうのがね、うんうん、あの今の市長がね現場見に行ったって自慢してましたけどね、なんかあの東北 あの原発事故が起こった時に菅さんが無理やりあのヘリ出してね現場見に行ったことをなんか思い出してダブってしまいましたけどね、あの話も、まあ、個人のねあのまあ市長さんがやることはまあいろいろそれなりの考えがあるんでしょうけども、でも僕はあれはねちょっと無理筋だなと思ったのがちょうど大和川は9時に、最高水位になったんですよ、だから9時の段階っていうのが一番危なかったんですね、うん、で現場竹山市長が見に行ったのが8時30分なんですよ、うん、だから一番最高水位で水がどん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 上がってる状況に現場に市長と副市長と危機管理官が現場に行くっていうのは僕の感覚ではもう分かんなかったですね、うん、でもあれやっぱり世間は現場に行く市長ということでみんなこうほら現場に行ってすごいじゃないかと、で僕はずっと自宅で待機して
あの電話でもう情報の収集やってたんですけど、うん、でもそれは多分いつぐらいに最高水位になる、なるかとかそういうことを多分情報収集してなかったんでしょうね、うん、僕はもうそれあの大阪市の危機管理官からこれからどんどん水位が上がっていきますと、大体最高水位がこれぐらいの時間でとかそういうことを聞いてたんだよね、うん、それはあの8時半とかあの前後に現場に行くっていうのは僕はもう信じられなかったですけど ね一番危険な状況だったんだよね、うんうん、まあとにかくね、危機管理にしてもね、この経済の再生にしても景気回復にしてもね、まあバラバラにやったらダメですよ、うんうん、だからもう本当にまあこの狭い大阪のエリアぐらいはね一本化してねこれやっていく、うん、そのことでやっぱりこう危機管理もできるし、景気回復というかこう経済成長もできるしね、これをなんとかね、やっていきたいんですけどね、うん、これを、うん、まあやっぱり大阪、うん、まあこれもある意味夢としてやっぱり持ち続けて強い大阪を目指してね、うん、あのワン大阪一つの大阪にならないと、経済政策にしても何にしても、うん、これはやっぱり大阪全体でこう進んでいかないですね、うん、まあ、今でも大阪府と大阪市がこうやって一体となってやってるんで、あの大阪市はものすごい力強くなってきてますから、まあ、ある意味この大阪府と大阪市が一体となったらこんだけ良くなりますよってことを見せて、うん、みんなに入ってきてもらうしかないんでしょうか、ね、いやだからね、協力的にやってきてくれてるっていうかね、一緒にまあこう僕らのことを好き嫌いはあってもね、その首長としてはこれは一緒にやろうというね、そういう市長とやってるところについては、まあ、我々もどんどん協力していってるんでね、だからそういうこうやっぱり協議するとか話するっていうぐらいはね、まあね、まあ、非常にこうなんていうかな、まあ小さい人間やと俺らが思われてるんかもしれんけどね、でもやっぱりそこは別なんでね、どんどんこう多少考え方が違う人があってもね、ぜひこういうところには入ってきて、まあ、議論はしてもらいたいよね。そうですね、うん、もうそれは成長していく場面に入らないという選択はリーダーとしては最悪ですよね、うん、まあ、東の東京都があれだけ勢い増してるんでね、まあ、やっぱり強い大阪を目指す、もう本当にこの大阪府大阪市堺市はじめもうバラバラの大阪を、まあ、一つにこうまとめていくっていうのは、まあ、これはもうやり続けないとしょうがないので、うん、まあ、どれぐらい時間かかるか分かんないですけどね、うん、まあでも今回のこれはもうどうなんですか、どれもう時間がこれね、俺言いたいのこれね、これね、これは違法日だ、いや違法日だ、ほんでね、これまあ僕らがね、どうなの、最初やり始めた時に、まあ、僕がこれ大阪との経済効果4000億言ってしまってんけど、でもこれね976億しかないって言うけど、これやったから976億出てきて、バラバラやったらこれもないんでね、実際にまあ4000億は目標でね、これからまあこれ成長もプラスで目指していくけどね、976億しかないんかっていうね、この批判がようわからん。いや、そんなんね、国の予算でそんだけひねり出せるか言うたらね、うん、出されへんから増税するわけでしょ、今度。そう、これね、国ですらそんなんでけへんのに、それ毎年1000億円の行革効果を出すって言ったら、これはすごいとんでもないことですよ、毎年1000億円、ね、でもさ、目的が目標大きかったからね、たった1000億か言うてこんな批判されるんやから最初にだってえいやーで言うから大阪府と大阪市の予算がなんぼやから、この 5% で4000億みたいな話でもういや、あれ坂井先生ね、よう言うた言ってくれたけどね、でもね、そういう目標を出すのが政治家の役割で、そうそう、それ4000億っていう数字を出してですよ、で1000億だから足りない足りないって言うんですけど、じゃあ1000億円の行革やってみろって言うんですよ、うん、そう、4000億円の目標を出して5億しか行革できなかったって批判を受けますけど、うん、1000億の出すんでね、行革だけで、うんうん、でこれはあくまでも節約の行革効果でね、うん、今あの有識者の皆さんにお願いしてるのは、この本当に大阪都構想になった時にどういう形で経済が成長するのかね、うん、そっちはもう全く別の数字ですから、うん、単純に節約効果、でも
節約効果だけで1000億円出るってこれすんごい改革ですよ。いやほんまね、それを批判するね、この堺の市会議員の人ね、やってみろって言うんですか、不思議でしょうがない。これちょっと名前写しておきますけど、こうやって、これ堺のね、市民派を標榜してる市会議員さんです。堺でね、だから本当にね、この人が言ってね、100億でも200億でもね、一回見つけ出してほしいですね、一回ね、うん、ね、それは新聞だっても同じようにもう900何十億とか言ってね、うん、だからその論説委員でも何でもいいから、一回僕は市長室ね、1週間でも2週間でも分け渡すからやってみろって言うんですよ、うん、多分もうそんなの論説委員なんか来たって会議一つだって開けないですよ、そんなの。本当にもうちょっとね、僕はやっぱり日本の政治が良くなるためにはメディアがもうちょっと頑張ってもらわないとっていうのを思ってね、うん、その国民と政治をつなぎ合わせるのが本当にメディアってすごい重要な役割だから、やっぱりそれなんかメディア の, その記者に聞いたら、政治家になるともう元に戻れないんですって、一回そこの世界に入ると、うん、はいはい、なんかこ う, う、ね、まあ、報道の中立性を害するとかなんとかで、よくないと思うな。一回行ってまた戻って中の状況を知った上で、いろいろこう記事に書いてね、有権者に情報を伝えるっていうのは必要だと思うんですけどね。なんか日本ってその記者、まあまあ、もう一括でジャーナリストってなってますけど、あれアメリカなんかジャーナリストって名乗るにはなんか資格がいるっていう話を聞いたことがあるんですけども、なんかもう日本ではもう自分がジャーナリストを言ったらジャーナリストになってしまうっていう、なんかそんなんね、やっぱり資格試験みたいなね、記者もやっぱそんなんやったらええと思うんですよ、ちゃんとね、そう、審査する人も大変やからね、まあ、そうですよね、うん、政治家も資格審査したらええと思うけどね、うん、まあそれはでも選挙でされますからね、うん、僕らやっぱり選挙はね、愛想良かったらいやそんなこともないけど、そんな愛想、ね、そんな別に良くないじゃないそうそう、君さっきあのヒゲそれって言われてたてそんなこと言われてないですよ、言われてないヒゲそれ言って、うん、っていうか頭そるな、ヒゲそれ言ってバランスとってんですよ、総数では皆さんと同じぐらいです、だって、うん、上下逆にするね、上下逆にするとまた、いや、ここの部分ちょっとこっちにやった、いや、まあ別にな、そこは店やんでもええねんけどなほらほら、ヒゲも個性です、ね、うん、しかしこんなダラダラ喋っててこれはいいんですかね、大丈夫です、あ、大丈夫です、はい、ただもうちょっとで終わらないとダメです、僕ね、これ、うん、本当に西林さんのためになってないと思いますなってます、なってます、どんどん表現してませんか、これ大丈夫ですか、いやだからね、堺市の人あんまり見て、堺市の人もちょっとコメント出してもらえないですかね、見てくれてるんですかね、見てますよ、見てます、コメントけへんの、ちょっとね、これね、あのちょっとね、うん、タイムラグがあるんですよね、うん、大阪市民です、大阪市民、練馬区民、うん、堺市民いてますよ、ほらやっぱり堺市民も、うん、北区っていう人もいてます、 ありがとう、堺市民の皆さん、モズの方、うん、このノーって書いてるのが手挙げてる、三原、うん、ほらノーは結構いてますよ、これ、うん、あ、結構いてる、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、まあでも適当に打ってるかも分かんないでしょこれ、うん、いやいや、そんなん言う、それを言うたら西林よろしくお願いします、あ、言った言った、取ってつけたみたいに言って今、いや、うん、信じてくれよ、あ、そうあ、これちょっとやって、これ効果あったんですかね、いやいやいや、いや、泉ヶ丘行ったよ、いう今、ほらほら、ありがとう、僕もさっき堺東であの人見たって言ってコメントありましたよ、いやでもそんな行ったって適当に書いてるかも分かんないけどなんて、いや、ほんまにちょっとほんまに疑い深いな、最後泉ヶ丘で僕が最後言ったセリフ、それ行った人しか分かんない、行ったけど覚えてません、いやー、辻元さんの話してたね、あ、辻元さんの話ね、 ありましたね、ヒント、うん、西区のアリを忘れたごめんとかなって、あ、結構、うん、みんなやっぱりこれ、あ、全然堺の人いないな、これ娘が娘が東京の大学へ行く橋本さん、あ、
それ大手の大手の娘が東京の大学行くって、まあ、それほんまにねそういう感じになってきてるかもしれませんよ。いやでも東京はやっぱり今すごいもうなんていうんですかね、夢や希望あふれちゃってますね。それも全国がの人がみんな東京に行きたがってると思いますよ、うん、やっぱりオリンピックが、うん、特に我々ね今あの生活の大部分を東京で過ごさせてもうてますけどね、うん、そうそう、肌身で感じるからね。どんな生活してるのかは知らんけど、いやいや真面目な生活してますけどね、うんうん、もうとにかく肌身で感じるね、うん、その人物お金企業がガーッと集まってきてる、ね、いやほんま ねだってリニアがもう走るんですもんね、2025年、あれなんで名古屋で止まるんでしょうね、うん、あれは大阪まで、大阪嫌われてるんじゃん。いやあれは大阪とつなげないと、まあ、大阪の人間やから言うわけじゃないですけど、やっぱり意味ないんじゃないかなってみんな思うと思うんですけどね、うんうん、あれだから JR の方は民間企業だからね、自分のお金でやるんだから政治が口出すなって言いますけど、ちょっと待ってくれと、うん、その出所はどうだったんだと、最初のスタートが、うん、だから国鉄やからね、国鉄で、うん、あの借金全部スピンオフで全部切り離してね、うん、莫大なその資産から資産を持たせてもらってスタートしたらね、そりゃ儲かる企業になりますよそんなの、うんうん、それで今になって民間企業なんだから自分たちの金でやってるんだから、うん、あガガガガ政治が言うなっていうのはね、僕はあの JR 東海のあの態度はね、うん、ちょっと僕はふざけてんなと思うんですよね、あれ、うん、ちょっとね JR おかしいんじゃないか、まあ、会社があそこでね変わるとかいう理由も言ってますんで、名古屋でね、うん、JR 東海と西日本と、だからそこはまあ話し合いするように行政側が指導するとかね、うん、やっぱり行政側の役割っていうのはあると思うんでね。もちろんだから政治が民間企業に口出すのはやっぱり良くないと思うんですよ、うん、まあ、僕ら政治家が経営なんかできないんでね、うん、でも JR サイドもなんか物の言い方ってあるじゃないですか、うん、自分の金でやるんだからそんなこといちいち言われる、うん、口出すなみたいなね、うん、それは国民にやっぱり感謝した上で、うん、あの今 JR があるのは莫大な税金を投入してもらってこれ作ってもらったおかげだっていう、なんかその辺のね、うん、意識がちょっと JR にないのは腹立ちますけどね、うん、悪災がそういう感じですからね、私のお金やから何買ってもいいでしょうみたいな ねえ、いやいやもういいですなんかえ今ちょっと子供の僕にはいまいち分かんなかったですけどまああの代表ね、この選挙いろいろ本当に大変ご苦労いただきましたが、やっぱこの選挙のポイントというのは何だったんでしょうかね、この堺が、まあ、大阪党に入るとか、まあ、その住民投票がどうこう中いろんなお話されてましたけどね。いやだから一番大きな話としては、うん、やっぱり僕は日本というものが、これからきちっと、日本の行政機構が機能してね、うん、で日本のやっぱりこのある意味大都市が2つきちんと分散されるっていうのは危機管理上としてもね、絶対日本にとっては絶対必要な話だったんですよね、うんうん、で大阪にとってはやっぱりこれはもう一つの大阪にこうまとまるっていうのが、まあ、大阪の成長に絶対必要なことだし、まあだからなんていうんですかね、このノスタルジーというかこうすごい自分のところの地域に対するノスタルジーっていうのを取るのかね、うん、いやもうちょっと大きく大阪全体のことを考えるのか日本のことを考えるのか、うん、まあ、その辺がこう市民に問われたところだと思うんですよ、うん、だから僕なんか今大阪市のね一律幼稚園の民営化をやったりとかいろいろやると必ず出てくるのがこの幼稚園残してくれって話なんです、うんうん、でこれやっぱり卒業生とかそこに通わせてるあの子供さんを通わせてる保護者からすれば残したいんでしょうね、うん、でも自分の目の前のそのことじゃなくてもうちょっと大きな視点でね、これは何の目的にやってるんだってことを考えてもらうっていうのがすごい必要な、また堺市民の皆さんに考えてほしかったなと思うんですけどね、うん、でも決して堺をなくすわけじゃないんですけどね、そうですね、名前もそうでしょうしね、結局ね僕らがねそのものの本質をねやっぱりね見せきれてるかどうか、うん、そこのプレゼン力を試されてんのかなみたいなところはあるよね、まあ、自分たちでは一生懸命本質を見てもらおうとやってるけどね、まあそこまで伝わるかどうかね、これやっぱり政治家の、まあ、責任というところも結構あると思うね、まあ、一つはやっぱりもう僕に対してこう嫌悪感を持つね
それは府民市民がもうどんどん増えてるってことはこれは大きいですよ。だからやっぱり、あの大阪府知事になりたての頃はあんまりよく分かんなかったから応援してたけど、だん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 年数経ってみるとやっぱり橋本のこと嫌いっていうのはすごいこう増えてるんでね。それはだからまあ一つと、であとはやっぱりこちらの方があの堺市民の皆さんが何に不安を感じてるのかっていうのをきちんと捉えて、でそこにメッセージを打ち込むっていうのがきちんとできなかったと言いますか ね、うん、これだけ堺がなくなる、あの税金吸い上げられるっていうあのネガティブキャンペーンがここまで浸透してるってことを十分やっぱり把握しきれてなかった、うん、だからメッセージをきちんと打ち込めなかったですね、うん、だからもうちょっとこう防戦一方になって、堺はなくなりませんよ、堺は消えませんよと最初防戦一方になりましたけど、実はこれは堺の飛躍のためなんですよと、今の堺よりももっと堺が良くなるものなんですよっていうことをこう打ち込んでいくのがちょっと時間が遅かったですね。だから堺を守るっていうのは市民の皆さんの生活を守るんで、そのためには成長する仕組みが必要やっていうところをね、まあ、できる限り訴えたつもりやけど、まあ80万を超える堺の皆さんにね、どこまで伝わってるか、ここが一番やろうね。まあ、あの今回選挙でその住民投票をするということを後半戦ね、まあ、あの皆さん方で我々みんなでその訴えましたんで、まあその辺から急にこう雰囲気も変わって、あそういう安全装置あるんやなというね、そういうのは結構あの皆さん声としてよく聞きましたけどね。こう一番重要なこと言うの忘れてて、そうですよ、だから本当住民投票があるんでね住民投票があるから僕らはそんな堺市民の不利益になるようなことなんかできないんですよね。そうそう、住民投票で最後丸もらわなきゃいけないんで、そうだから大阪市内でもそれやるんやから、来年の秋、うん、来年の秋、だから今回堺がなくなる、堺の地名が消える、借金が増える、大阪府大阪市の借金背負わされる、堺市民の税金が吸い上げられる、まあ、相手方が嘘800のデマばっかり言ってますけどもね、最後これ住民投票で決めるんで、うん、本当にそんなバカげなことをやったら、うん、住民投票でペケになるから、そんな僕らバカなことやりませんから、それはね、うん、今も住民投票来年の秋賛成もらおう思って必死でやってるんやから、大阪市民のためになる案を作ってるわけですから、うん、大阪都構想っていうのはこれ堺市民のためになる構想なんだと、それは住民投票で最後決めてもらうわけだから、絶対堺市民の利益になるものしかできないっていうところがね、ちょっとこう伝えるのが遅かった、住民投票で最後決めるんですからっていうところがね、うん、いやだから僕らは絶えず大阪市内でその話してるから、もうそれは普通に伝わってると思うんやけど、ね、そこをもっと丁寧に、まあ、これからもまたもっと丁寧に説明していくということやね、これから、はいうん、とうとう時間が来てしまい、まだちょっと、はい、早いんですけど、これタイムラグがあってね、うん、向こうに届く頃には、うん、もう12時を回ってる可能性があるということで、うん、そうなると違反になりますので、うんはい、もうここら辺で、はい、残念ですけども、はいはい、こんなに違法ビラやられてるのに僕らはきちんとルールを守ると、はいはいはい、皆さん美味しいお酒飲んで明日選挙お願いします。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、この中はお酒じゃないですから、皆さん勘違いしないでください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしく、西林お願いします。よろしくお願いします。言ってください、西林。あ、西林お願いします